はい、どうも皆さんこんにちは、平岡です。今日もね、サブチャンネル見ていただいてありがとうございます。今ちょうどね、仕事してたんですけども、ちょっとね、仕事の休憩がてら今日もね、軽くサブチャン撮っていこうかなと思ってカメラね、オンにしていました。でこれね、最近 iPad これ新しいやつ使ってるんですけども、これね、最近また改めてね、扱い始めたんですよ。以前ね、メインチャンネルで紹介したボヤタってメーカーのね、スタンドなんですけども、これやっぱりね、iPad とすごいこう相性いいなと思って、 iPad ってやっぱちょっと画面が低くなっちゃうんですよね。なので最近すごい僕ストレートネックを気にしててですね、こうやっぱ下を見続けるとね、首がちょっと変な感じにまっすぐにこう、なんか関節がね、曲がっちゃうみたいなので、極力こう画面をね、上を見るようにしてるんですけども、その時にこのスタンドとかに置いてるとすごいね、視線が上がるので、これやっぱり iPad のね、すごいベストアクセサリーとして1年以上前に紹介したんですけども、まあ、その時もね、結構反響があってね、いっぱい iPad ユーザーの方買ってくださったんですけども、今でもね、愛用してこれはいいなと思ってね、今でも使っております。で、今日ね、何の話をしようかと思うとですね、今ね、僕 YouTube 始めて2年半ぐらいなんですけども、 YouTube 僕の周りでも始めてる人もすごく多くなってきて、最近ね、うちのインターンの子たちもなんか YouTube 始めだして、すぐに YouTube にぎやかになってるなと思うんですけども、これからね、 YouTube 始めてみたいなとかね、まあ、今 YouTube やってて動画編集で僕のチャンネル見てくれてますとか、そういう人も結構多いと思うんですよね。なので、まあ、一応僕が2年半ぐらいやってきて、こう、これからね、YouTube もっと頑張りたいとかね、YouTube 始めたいって思う新米 YouTuber さんが、これだけは絶対にやった方がいいよっていうような、まあ、アドバイスを一つできればなというふうに思っております。まあね、アドバイスっても結構偉そうなんですけども、まあ、一応僕2年半やってきて、今登録者が19万5000人かなっていうところなので、多分もっと人気の人が早いと思うんですけども、まあ、そこそこね、ありがたいことにチャンネル登録もたくさんの方にしていただいているので、まあ、そんなね、僕の経験少しでも役に立てばなと思って、僕の主観でお話しさせていこうかなというふうに思っております。で、僕はね、これから YouTube 始めたいよとかね、もっと YouTube 登録者増やしたいなと思ってる人が、もうこれだけはやるべきだなと思ってることが、一つだけ、今日は一つだけ紹介しようかなと思ってるんですけども、何かっていうとですね、動画のチャプター、目次をね、つけましょうっていう風な内容です。これですね、この動画にちょっとね、チャプターつけようと思ってるんですけども、この再生バーのところ、ここかな、ここら辺に、赤いバーで、こう、ピューッと早送りしていくとですね、今何の話してるよってのが、チャプターっていう機能で分かるようになってるんですよね。で、これが、YouTube 投稿するときに、概要欄とかにですね、何分何秒何の話っていう風に書き込むと、最近にこういう風なチャプターってのがちゃんと表示される風になっています。でこれをですね、僕はメインチャンネルの方はもう 95% ぐらい、この機能が実装されてからですね、この機能が実装されたのが1年前ぐらいなんですけども、そこからほぼほぼ全部の動画にこのチャプターつけてるんですよ。で、自分で言いながらね、このサブチャンネルはこの動画一回ね、例としてつけたんですけども、この動画以外は全部つけてないんですけどもね、メインチャンネルの方は僕はこれを絶対つけるようにしていて、これからね、YouTube 始める方もこれは絶対つけた方がいいと思ってます。で、これなんでかっていうとですね、このチャプターをつけたら再生数が伸びるとかね、登録者増えるっていうよりも、このチャプターをつけるってことにですね、YouTube をこれから伸ばしていくためのエッセンスというか考え方が凝縮されているような気がするんですよね。まあ、今日はそんな話をしたいなというふうに思ってます。これね、理由3つあるかなというふうに思って、まずね、1つ目、このチャプターつけた方がいいよっていうふうな、ね、理由の1つ目なんですけども、1つ目は、役立つ意識っていうのを、ね、ちゃんと持って動画投稿しましょうっていうところですね。もちろんですね、もともと天性の才能があってですね、喋りが面白いとかね、生活が面白いとか、まあ、そういう方たちは別に役立つ情報じゃなくてもね、エンタメ動画とかでどん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 人気になっていくんですけども、まあ、僕みたいなね、特に、レビューとかね、見た人が参考になったなっていう風なところが一番の価値である動画とかチャンネルとかって、やっぱり視聴者の役に立つっていうところの意識が僕は一番大事だと思ってるんですよ。よくですね、まあ、メインチャンネルの方でですね、僕ももう結構歴も2年以上やってるので、なんか平岡さん見に来てますとかね、平野さんが喋ってればそれでいいですみたいな言ってくれる優しい人とか、特に、ね、僕のことを気に入ってくださってる人も、まあ、いるっちゃいるんですよ、正直。でもそれはですね、本
当に僕はもう 1% ぐらいだと思って、 99% ぐらいの人は別に僕に愛着あるどうこうじゃなくて、ただ僕が毎回ね、まあ、それなりに役立つ情報っていうのを高確率で投稿してくれるから見るし、投稿してくれるからチャンネル登録をしてると思ってるんですよね。なのでここでちゃんと視聴者さんに役に立つっていう意識はね、僕今このみんながね、芸能人とかたくさん YouTube を始めてる中ですごく大事なね、一般人がチャンネル伸ばしていくために大事な考え方かなと思って、その前提に立つとですね、このチャプターつけるっていうのはすごく大事なんですよ。やっぱり動画ってね、なんだかんだもう最近8分、10分とかのね、動画長いのが増えてきて、その中で言いたいことを見つけられないんですよね、視聴者さんが。例えばですね、僕のこの動画もですね、例えば、YouTube の動画を伸ばす3つの方法って時に、この3つがですね、こう10分の動画がどこに入ってるかって分かんないんですよ。なのでそういう時にチャプターをつけて、こっからこの話始まりますよっていう風に、伝えてあげる。これがですね、やっぱり役立つ意識を持って動画運営をする上ではですね、すごく大事なのかなというふうに思ってます。なのでですね、まず1つ目がこの理由でですね、今 YouTube に伸ばしていくためにはやっぱり視聴者さんに役立つ意識っていうのもね、役に立ってもらう動画っていうのを上げなきゃいけないですと。でそのためにはちゃんと自分の動画をね、役立ててもらおうっていう意識のもとチャプターをつけて、情報が分かりやすくする。これがねすごく大事な姿勢なのかなと思ってます。そしたらですね、2つ目はこのチャプターをつけることによって動画の構成っていうのがねすごく分かりやすくなります。これなんてかっていうとですね、チャプターをつけるってなると1、2、3みたいな感じでなんか構造化して考えるんですよね。まあ、これは終わった後でもいいんですけども、自分の動画をねパート作ってみて、じゃあちょっとチャプターつけようかなと思った時に、なんかつけながら自分の言いたいことがしっちゃかめっちゃだなってんなっていう風に気づくと思うんですよ、自分で。なんで結構交互、こうやっておしゃべりってなんだかんだあんまりねこう順番とか脈絡なく話す人もね結構いると思うんですけども、それは日々のおしゃべりはそれでいいんですよ。でもこうやって YouTube で10分とかの動画にまとめてコンパクトにね情報を伝えるっていう意味では、やっぱり構成を整理するのはすごく大事かなと思って、チャプターってのをつけるっていうふうにね、まあ、最初から決めてるとなると、そのチャプターに沿って分かりやすいね動画構成っていう話し方もできるようになるし、この動画を作った後にチャプターをつける人もですね、つけていく過程でちょっと今日この動画の順番分かりづらかったなとかね、話し方もっと内容を工夫できたなっていうふうに自分のこの、10分とかのおしゃべりっていうのをちゃんと情報として俯瞰できるようになるんですよね。ブロックごとに今何の話してるっていうふうに見えるようになるので、まあ、ここでね分かりやすい構成っていうのを作れる風な PDCA が回しやすくなるのかなと思ってます。なので2つ目の理由は、構成、目次をつけることですごくね構成が分かりやすくなって、情報が伝わりやすくなりますよと、そういうところですね。で最後、3つ目の理由なんですけども、3つ目はちょっと精神論的なところですね。やっぱり投稿者、人気の動画投稿者とかね、みんなからこう登録してもらうためには、やっぱり視聴者さんのために僕汗をかくっていうね姿勢がすごく大事だと思うんですよ。これはこう物理的に汗をかくわけじゃなくて、やっぱりみんながねちょっと気になってるけどそこまで自分で調べるようなことではないことを調べてあげるとか、なんかいろんな情報があるものを整理してあげるとかね、その中で自分の経験をもとに持論でこれがおすすめですっていうふうに言ってあげるとか、やっぱり何らかの視聴者さんに持ってない情報っていうのを提供するっていうのが一番基本的なね、こう YouTube の動画っていうのが役立つ風な例だと思うんですよ。なのでやっぱりこう動画投稿者っていうのは視聴者のために汗をかかなきゃいけないなって僕は思ってて、このチャプターっていうのもねその汗の一つだと思うんですよ。何かっていうとですね、このチャプターをつけたところで再生数なんて一つも変わらないし、登録者も全然変わらないと思うんですよ。意味ないと思ってます正直。なんていうかな、あったら便利だと思うけど、その便利だなって気持ちが何か運営上ね、いい数字に現れてくるっていうのは本当にそんなことはないかなと思ってて、なんでつけなくてもいいと思うんですよ。でもつけなくてもいいけど、最後動画も作ってアップしてちょっとめんどくさいんですよね、チャプターつけるのって。でもその最後の一押しで視聴者が分かりやすいようにチャプターつけようっていう風に、その最後一歩頑張れるか、最後一歩視聴者のために汗をかけるかってところがですね、僕は今後ねチャンネルを運営する上ですごく大事になってくるかなと思ってて、やっぱりその最後の一歩、
絶対つけたら分かりやすくなるはずなのにつけないってのは、最後どっかで動画の内容も手抜いちゃうと思うんですよ。なんかちゃんと検証したら絶対もっと分かりやすくなるけど、まあいっかとかね、ここにテロップとかもっとつけたら分かりやすくなるけど、まあいっかみたいな形で最後にまあいっかっていう風になっちゃうのか、最後の最後99点を100点するために最後に一歩汗をかくのかっていうので、僕はかなりね、その一本一本は 1% の違いにしかないと思うんですけども、積み重なることによってやっぱりこの人の動画分かりやすいねとかね、この人すごい親切に動画作ってくれるよねっていう風な印象になってくると思うんですよね。なのでそういう風な自分のね意識、視聴者のためにちゃんと汗をかきましょうっていう意識のためにも、僕は、絶対にですねチャプターはつけた方がいいかなと思ってます。というわけでですね、まあ、チャプターってのは一つのテクニックに過ぎないんですけども、まあ、その裏にはですねこういう風な3つの理由があって、僕はこれから始める方はですね、ここは絶対につけた方がいいかなと思ってます。というわけでですね、まあ、これはあくまで僕の一例というかね、僕の経験上こう思ってるだけなので、まあ、動画のスタイルとかね、動画の作り方によっては全然違うと思うんですけども、まあ、僕を見てこう参考にしたいなと思ってくれてる方はですね、僕は普段こんなことを考えながら、動画を、ね、作って投稿しております。はい、というわけでですね、もう本当に YouTube 始めたいって人もどんどん多くなってきてね、やっぱ多くなればなるほど競争もね激しくなってくるんで、まあ、その中で突飛なことをするのが、ね、まあ、一つだと思うんですけども、とはいえやることってすごいシンプルだと思ってるんですよね。みんなが役立つなとかね、まあ、ちょっとこの人のことはフォローしておきたいなみたいな、そういうふうな気持ちになってもらって、まあ、それを続けるっていうだけだと思うんですよ。なんで役立つなと思って、今日も役立つ、明日も役立つ、じゃあ登録しようっていうね、本当に簡単なシンプルなことだと思うので、その表面的なテクニックというよりも、まあ、この表面的なねチャプターをつけるテクニックっていうところの裏側の考えっていうのをね、今日3つご紹介したんですけども、ちょっとね持ってもらえるとチャンネル運営ねもっとやりやすくなるんじゃないかなというふうに思っております。はい、というわけでですね、ざっと喋ってきたんですけども、こんな感じでしょうか。こんな感じでね、僕もこれからも初心を忘れず動画投稿頑張っていこうと思ってます。このサブチャンネルについてもですね、チャプターはつけないんですけども、ね、もうちょっと投稿頻度上げるところからね、まずは頑張っていきたいなというふうに思っているので、これからもですね応援よろしくお願いします。はい、というわけでね、こんな感じでした。また次のサブチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。